いやいや、まあ、でもね、でもいい子たちだからね。残念だった、ということは、ということは、スクワットのスタートです。はい、はい、一回スクワット、はい、はい、はい、一人自覚ないけど、お祭りマッシュみたいな、ね、テントビックじゃ10連だから10回いくぞ。オッケー、ビコせーの、はい、残業代は別に払ってもらうわよ。当たり前だよね。そう、外でしっかりした人だね。すごいツボなんだけど今のは。あ、ビグロちゃん、かわいい。はい、ビグロちゃんめちゃめちゃかわいい。こだ。超かわいい。ねえ、そう、すこなんだ。これかわいいね。アンテナちゃん世界ってまず服装がねすごくかっこいいんだよね。確かに。ねえ、世界観が素敵だね。よろしくね、かわいいな。はい、次よ。わあ、すみません、ミグロちゃん、質問室はこちらです。ミグロちゃん、いらっしゃい。チャリチャリチャリ、どれだ。あ、また黒目さん来た。どうした、どうしたの。お、5。あ、スペクターさん。おー、スペクターさん、ちょっとね、あの怪しい感じがすごくいいんだよ。そうだね、そういう感じだね。そうなんだよ、これで前衛だからね、またいいんだよ。そうなんだ、前衛っぽくないけどね。なんか白でなんかや回復とかしてくれそうだけど。そうそう、実はね、前衛っていうのがまたね、いいんだな。あ、ビーグルちゃん、ビーグルちゃんね。いや、マジで初心者だったら絶対ビーグル育てといた方がいい。そうなんだ、本当に本当にビーグルちゃんめちゃめちゃ使います。そうなんだ、育ててほしいです。どうも。あ、メテオさんだ、いらっしゃい、メテオさん。お、へいきた、チャカチャカチャ。そう、誰だ、アートグラベルちゃん、よくないアートグラベルちゃん、めちゃめちゃくる、めちゃめちゃ重ねられるんだもんね。そうそうそう、いっぱい重ねてくれ。あ、カタパルトさん、カタパルト、カタパルトさんめちゃめちゃいいんだよ。あの、カタパルト、だいたいあの、狙撃ってのは、敵に対しても歩いてたら、遠くから遠距離で攻撃するんだけども、だいたい一体なんだよね。一体ずつ一体ずつなんだけども、カタパルトさんは範囲攻撃で撃った瞬間、2体いたら2体にポンって当たるの。そう、だってカタパルトさんおすすめ。早くしです、強化アベンジャーさん、やばし、カタパルトさんは本当にすごいですけ。あ、かっこいい、カベンジャーさん、カベンジャーさん、なんか名前はいいね、みんな。出なかった、面白く、でも星5があるから、星5があるから、はい、出なかったよ。あ、残念ある。